い、どうも、こみです。さて、本日はこちら、ホームクランからね、動画をお届けしたいというふうに思うんですけども、本日は、新型サービス終了編成ということでね、サービス終了編成っていうと、一般的にこう、ドバドバとユニットを全部出して、細かいね、タイミングを測ってユニットを出すっていう、そういう難しさがない、編成のことを、一般的にそう呼ぶかなというふうに思うんですけども、これのね、新型がね、ついに開発されまして、それを、今日はね、お届けしたいというふうに思います。でね、これがまたね、なんていうか結構理にかなってんですよね。なんで、よくサービス終了系の編成って、ある種、運に左右されちゃうっていうところもあったりもするんですけども、その運の要素っていうのが、割とこう理屈でカバーできるのかなっていうのが、今回のこの編成を見て、思った私の印象ですね。今日合計動画3本見てほしいと思ってるんですけども、ちょっとこれは良くないかな。一番最初は本当オーソドックスなのがいいと思うんで、これから行きましょうか。まずですね、こんな感じの、編成です。まずちょっと編成から行きましょうね。スーパージャイアントを使うんですね。14体入れます。で、イエティが2体。で、ネクロマンサーが7体。この辺が肝ですね。で、投下兵舎、中にはこれホグですね。で、あとね、クエイク8のスケルトンに、こういう形なんですね。で、これをじゃあどういう風に使っていくのかっていうところを、早速ね、アタックを見ながら、見ていきたいと思います。今回のアタックってわずか2分での全開なんで、この手の編成の特徴として、時間切れが起こりにくいと、いうことがあるんですけども、この編成でもそれが言えますね。でですね、相手の村見てもらいたいんですけども、この段階で、全部こう、繋がってますよね。ここが、壁が繋がってるんで、こっちから一直線に、こんな風に、ユニットがなんていうかな、抜けるような感じになってますよね。で、縦に、こう、ドバッと、村が、その、村の壁がね、繋がるような配置、クエイクを8発使って、こう、繋げられる配置っていうのを狙ってもらいたい。で、それをしながら必ず、タウンホールが、そのクエイクの、壁壊しの、パイの中に入る。これすごい重要です。この辺が、整ってくると、この編成かなり使える、んじゃないかなというふうに思います。あとは、なるべくならシングル IT がいいですね。マルチだとやっぱりスケルトン弱いので。で、まずですね、こんな感じ、サイドカットするんですね。砲火兵舎を出していきながら、バーバリアンとアーチャークイーンを両サイドに出します。で、その後に一気にスパジャイからのネクロっていう感じですね。いう感じで、一気にユニットを全部出していきます。もうこの時点で残ってるのはこんだけですね。回収用のガーゴイルとアーチャーだけって感じですね。で、序盤なるべく早めのトームが、この攻めでは推奨です。スーパージャイアントがやられちゃってからトーム放ってもあんまり意味がないので、それをね、ないようにするために、早めにこうトームを使ってあげるという形を作っていきます。で、あとは、このポイントのスケルトンの呪文。これがね、肝になってくるんですけども、このタイミングで、ちょっと見てほしいんですけども、あと、強そうな配置って、この配置、防衛って、投下兵舎とシングルインフェルノ、あとクロスボウ、この辺あとイーグル砲、こんなところですよね。で、これを壊すためにピンポイントでこのスケルトンを使っていきます。1個は今、投石機のところに使いましたね。この、今、ロイちゃんがいるこの3時側のここですね。ここにスケルトンを今1個使っていきました。で、もう1個は、ここですね。イーグル砲を壊すために、スケルトン。英語となんかカタカナが混合してますけども、を使っていってます。この2つがね、スケルトンの呪文のポイントになってるんですけども、でもこんな形で、季節を壊したいところの、ピンポイントにスケルトンの呪文を打っていって、そこを壊していくと、いう攻め方になります。なんですけども、これだけ聞くと、できんのかなっていうね、気が少ししちゃう、半信半疑感があると思うんで、これ一回見てからもう一回ちょっとね、この攻めが一番、テンプレでもないんですが、なんて言うんでしょうね。綺麗に形ができてるんで、そこを話していきたいというふうに思います。どこに注意すべきかっていうことですね。まずは先にクエイクで穴開けちゃいます。本当はね、本当はこうタウンホール起動しちゃうんで、ギリギリに開けるっていう手もあるんですけども、早めに開けた方が、その後のね、展開でパタつく心配ないので、トームをほぼ初手で使ってシングル、ギガインフェルノを、無効化しちゃうっていうのかな、完封しちゃう、ようなプランになっていることを考えると、それでもいいのかなっていう気はします。で、イエティを出して、ターゲットを取ってから投下兵舎。まずこれがね、第一、形態ですね。ちょっと待って、これ、動向で止めようかな。
ここがいいですね。はい、止めます。これがまず第1の形です。まずですね、イエティを出して、こいつですね、イエティを2体ここに出していってからの豪華兵舎をここで、これカットですね、カット用カットに使います。でこっちキングとクイーンを入れていくんですね。これもカットで、残ったここですね、スーパージャイアントとこのゾーン、あとネクロマンサー、この2つのユニットをここにこうぶつけていきます。まあ、順番非常に大事ですね。これ絶対逆にしちゃいけません。まあ、この順番で出していくっていうことですね。そうしていって、まず面で攻め上げるような形を作っていきますね。ここに、見て分かる通り完全なフェイスラインができてますね。ここ、こんな感じで、しっかりとフェイスラインを作っていくっていうのが大事です。で、これをしてからですね、残った呪文の使い方も見ていきたいんですけども、まずは当然このギガインフェルノを早めに破壊したいので、ここでしっかりとトームをまず当てていって、スーパージャイアントを私を延命しつつレイジをかけて一気にこのなんだギガインフェルノを壊していくような格好にしますね。スーパージャイアントが、ギガインフェルノのターゲットを取ったまんま、トームになってるんで、後から来るスケルトンがなかなかやられないっていう、まあ、利点がありますね。で、ロイヤルチャンピオンを出していきます。このロイヤルチャンピオン今ね後出ししてるの分かりましたかね。これこいつ後から出てきましたよね。でこれっていうのは、進行が遅れてる側に出します。例えば今回で言ったらこういうフェイスラインを見た時に明らかにこのギガインフェルのところが遅れてましたよね。これが遅れてるので、こっちの方にロイヤルチャンピオンをぶつけていって、これを早めに処理すると、まあ、いうね、形にしてます。これ逆にこのイーグロッホの方が遅れちゃってた場合にはそっちに出すという手もありますね。で、こんな形で攻めていくんですけども、こうなるとまた一回止めますね。ここですよね。投下兵舎から出てきたホグライダーがここにいますよね。ホグがで、こっち側にはまだヒーローがいます。あのアーチャークイーンと、なんだ、バーアイランキングですね。でこいつらがさらにサイドカットを押し進めながら、中央にはしっかりネクロマンサーとスーパージャイアント部隊が残っているという感じですね。こいつとこいつが中央にいると、まあ、いう形ができます。これが第2層目ですね。最初は投下兵舎から出てきたペッカとウィザードでカットするんですけども、中盤からはホグライダーでカットをするという格好になります。ただ一方でここで見てほしいのは、中央もうスケルトンがほぼほぼいないですよね。わかりますかね。これスケルトンがもう1体しかいないんですよね。スーパージャイアントがいたんだけども、それがいなくなっちゃって、もうスケルトンが一生懸命相手のアチャクイを壊しながらって感じで、でここで出てくるのが、呪文のスケルトンなんですね。中央のはやっぱりこれ完全に突破しきれないような感じになってるじゃないですか。で両サイドはまあそれなりにホグとヒーローが処理してくれた。でこういったところでさらに真ん中にスケルトンを打っていくことによって、壊しきれなかった中央の施設を壊していきます。でそのスケルトン、呪文から出てきたスケルトンがターゲットを取ってる間に、中にいるこの少量のネクロマンサーがスケルトンの呪文をどん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 生成して中央の破壊を進めていくんですね。さらにターゲットを取り続ける、大砲とかアチャトとかのターゲットをひたすらこうスケルトンが取り続けている間に、ぐるっと回ってきたヒーロー部隊が外側からこの最終防衛ラインを打ち抜くという形になるんですね。でそのまま全開という格好です。なんていうのかな、その合計、2つのフェーズ、3つのフェーズがあって、最初は、投下兵舎、あとは、ババキンと、アーチャークイーンで、スパジャイとあとそのネクロマンサーを挟む、まあ、最初のこのサンドイッチコード、ここですね。ここヒーローこの引退をこっちにぶつけていきながら、こんな感じ、豪華兵舎これかこうぶつけていきますよね。でこれでカットを入れて、カットかカットを入れて、でここにネクロマンサーとスパジャイを流し込んでいく。ちょっと汚いですけどね、ネクロとスパジャイをこの真ん中に入れていくという感じですね。で、2番目この辺に来た場合にはこっちは相変わらず、キングとクイーンがこっち側に張っていて、中から来たホグライダーが今度は、投下兵舎が出てきて張りますよね。でここにまたひたすら、バジャイとネクロマンサーがこの辺で暴れてくれるという感じですね。で、それが来て、それが第2ラインで、第3ラインは、中央がさらに火力が薄くなったところでこれを真ん中に打っていくんですね。壊しきれてない施設のところに打っていくことによって残った少量の、ネクロマンサーをさらに、サポートしていくと
いう形になります。でこういう3層構造の攻めによって、最後までネク周王の部隊っていうのもまあ微力ながら残していきつつ、外側から回り込んだヒーローたちが最後締めるというね、攻め方、これが、このあ、アタックの、まあ、基本的な流れということになります。いやどうですかね、結構あの理にかなってる気がしますよね。あのよくね、このサービス終了系の編成ってこの2個のスケートの呪文を、中央の、まあ、ヒールなりレイジにするケースっていうのがあるんですけど、まあ、このどちらの呪文っていうのも当然ながらかける対象のユニットがいるからこそ効果を発揮する、まあ、そういうユニットです、あ呪文ですよね。でこれも同じような形で攻めてます。全く同じ編成ですね。で、まあ、最初はこう、ね、スパジャイとか、ネクロマンサーがいるので、まあ、こいつらにトームをかけながらしっかりとレイジをかけてこのギガインフェルノを狙っていくんですね。で狙っていって、終盤に差し掛かったあたりからはもう、スケルトンとかスパジャイがほとんどいなくなっちゃってるんで、もうそこは呪文のスケルトンでさらにユニットを補強するという形にしていくわけですね。でそうすることによって、レイジの呪文とかヒールの呪文では、少しかけるユニットがいなくなってしまって、存分な効果が発揮できないという場合においても、これ今まさにこれですよね、スケルトンの呪文をここに打っていってますけども、これのおかげで完全にこのロイヤルチャンピオンが長生きしてますよね。で、ロイヤルチャンピオンが奥の方に入っていっちゃって、でネクロマンサーたちがまあ手前で捕まっちゃってます。なのでこのネクロマンサーたちのスケルトンをさらに大量に残したまま終盤を迎えるために、この投石機のところにスケルトンを打っていって、相手のロイヤルチャンピオンのターゲットとか、あとスケルトンの呪文を使っての投石機のダメージというのをね、こう加速させてます。そうすることによって、守られたスケルトンが終盤でも今回の攻め止まりにはこんだけ来てるんですね。さっきの1本目の場合には逆にスケルトンの呪文がほぼほぼなかったんで、スケルトンの呪文を、ネクロマンサーのスケルトン、これを生成する時間稼ぎに、呪文のスケルトンを使いました。でも今度のこの2本目の攻めっていうのは、まだちょっとね、手前側で足止めを食らっちゃってるスケルトンとネクロマンサー、このユニットたちを存分に数残したまま終盤迎えさせるために、スケルトンの呪文を取ってあらかじめ奥側のターゲットを集めちゃったってことなんですね。こうすることによって、最後までユニットがしっかりこう生き残って回りきると。やっぱり、ね、バーバリアンキングが最後までこう残ってますよね。でネクロマンサーも2体残ってると。意外とね、まあ、これそんなギリギリなんじゃないのって思うかもしれないんですけども、まあ、ネクロを使った攻めって基本こんな感じになると思うんですよね。ネクロマンサーが5体も6体も生き残ってるっていう、まあ、ケースは稀で、ネクロが2、3体生き残りながらとヒーローとかが残ってる、まあ、そんなようなパターンっていうのが、まあ、よくあるその、終盤の迎え方かなというふうに思うので、これ決してね、まあ、ギリギリすぎるっていうわけでもないかなと思います。いやーすごいですよね。でこれをですね、真似た三毛猫さんがね、これかな、フレンド対戦じゃないけど、これか、違う、あれ、あー違うか、これかな、これですね。こんな感じで、真似た編成であっさりレジェンドの全開取ってきたっていうね。まあこれ再現性ですよ。だからそれ人を選ばないっていう点で、まあ、この攻め方の編成そのものがある種完成されてるっていうことの証明なのかなという気がします。今回マルチインフェルノが3本で、かつ対地のクロスボウが2本なんで、陸ユニットに対してはなかなか厳しいの防衛配置だと思うんですよね。なんですけども、さっき言ったようにまずこの段階で分かりますかね、ここクエイクの呪文8発でこういう風に村を全部つなげましたよね。スケルトンが流れていくルートを作ってます。この川の流れ非常に重要ですね。であとユニットの出し方はさっきの1本目2本目と全く同じです。まずはですね、ヒーローから来ましたね。これはバーバリアキング出してからアーチャークイーンで、6時方面のカットで、さらに3時方面にはイエティを出してからの投下弊社ですね。でこれをすることによって序盤の両サイドのカットを始めてから、中央にスパダイプラスのネクロマンサーグランドオーデンをつけていきますね。で、ロイヤルチャンピオンはまだ温存です。で、中央からこのイエティとアイスゴレム追加しましたが、まあこれは別に、両サイドに回してもいいし、まあ臨機応変にここは使い分けていいのかなというふうに思います。実はこうタウンホールにねクエイクがかかってないのが多分少しミスだったのかもしれないですけども、そのままトームを使ってタウンホールに差し掛かるところでレイジを使っていくという形ですね。このレイジやっぱね、タウンホール処理するのに使わないと
起動した瞬間結構ダメージ与えてくれますんでね、それはこんな形で使っていくのがベターかなと思います。さあそこに対してフリーズをアイスゴーレムのフリーズ効果がかかっている間に一気にネクロマンサーがこれを殴り倒すという格好ですね。で、スケートの呪文今これ2個使ってますね。ここに1個がこのギガ、インフェルノの近く、もう1個がこのエアスイーパーの近くですね。その両側に使うことによって後ろから来るネクロマンサーのスケルトンがそれほどまあやられてないということになります。で、最終的には残った少量のスケルトンとネクロマンサーが、前回まで押し切っていくんですね。これも結構押されてるように見えるんですけども、これがこっから伸びるんですよね。ネクロマンサーが今あと2体しかいないのかな。でアーチャークイーンもここで落とされちゃうんですけども、残ったネクロマンサーとあと、グランドオーデンがゴリ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 押していくんですね。ボムタワーがあるんですが、これをグランドオーデンがこう壊してくれたことによって、あとはネクロマンサーたちが、あと1体になっちゃいましたね。この1体 の、ネクロマンサーと、グランドオーデンだけだともう大砲しかないですからね。範囲攻撃が全然ないので、これでネクロもさらにやられて、これで時間かかっちゃったのかな。ちょっと罠が不運でしたね。罠にかかってネクロマンサーが起こっちゃったのが不運でしたけども、それがなければまあネクロマンサーがもう少しライブを早めて時間もね稼いでくれたんじゃないかなというふうに思いますが、まあ、こんな形で、最終的には、開始のガーゴイルたちとあと残ったね少量の、ネクロマンサーグランドウォーデンが、全部壊しきって全開という形ですね。どうですかね。結構面白い編成ですよね。今回の5月かなのアップデートでスケルトンの呪文が少しだけ強くなりましたよね。出てくるスケルトンが1体増えたっていうのが、まあ、タウンホール13ではあったんですけども、それを、まあ、今回の編成では生かしている、まあ、攻め方になるのかなっていう気がします。まあ、1体のスケルトンって少ないように思いますけど、ダメージを2発分ねこうターゲット取ってくれるっていう意味では、まあ、それが、もしもアーチャークイーンやロイヤルチャンピオンのターゲットだった場合結構なダメージ量になりますからね。で、編成に関しては今見てもらってるこんな感じです。この編成っていうのが、このさっき紹介した秋風さんとこの三毛猫さんが使っている両方とも同じ編成になりますので、基本的にはこの編成で、やってもらっていいのかなというふうに思います。で、使い方としては、さっきから繰り返し言ってますんで、ちょっとまあ今回は省きますけども、ちょっと忘れちゃったよっていう方はもう一回ねこの動画最初から見てもらって、どんな風に、使っていくのか、どんなような配置が刺さりやすいのかで、その配置に対してどういう風にまあクエイクの呪文を使っていくのかとかね、いうところっていうのを、復習してもらえたらいいんじゃないかなというふうに思います。まあ、スケートの呪文使うタイミングもね、結構、肝で、破壊率がだから60から 70% ぐらいかな、いったところ辺で、使うっていうのが、まあ、このお二人のアタックを見ていると、なんていうのかな、オーソドックスというか基本なのかな、というふうに思いましたね。この辺の、まあ、タイミングとかも、まあ、実際これを編成組んで触れちゃう2、3回、4回、やっていけば、掴めるのかもしれないし、まあ、もう少しね、慣れてない方はわかるかもしれませんが、まあ、いずれにしても、こうね、真似をした方がやっぱりそれで全開取れてるっていうのは再現性の、まあ、証明になると思うんで、ぜひぜひね、真似して、挑戦してみてもらえたらいいんじゃないかなというふうに思います。はい、というところでですね、本日の動画を終わりにしたいと思います。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。ぜひね、皆さん関西クラクラクラブにも遊びに来てもらえたら嬉しいです。サンホール12、13募集しておりますのでよろしくお願いいたします。では本日このあたりで失礼いたします。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。